この映画の宣伝をするにあたってどうしようかなと思って、じゃあまあ日本で活躍してる中国関連の人をいろいろ話聞きながら、はいはい、まあ日本と中国について語り合う動画を作って宣伝しようかな。なるほど。で山下さんに誰か紹介してよって言ったら夏目さんを紹介してもらったっていう。あ、なるほど。そういうのは。ちょっと次のチャービンを紹介してほしいんです。何それ、いきなり言うじゃん。うん、あ、夏目くんちょっと相談、今あの竹内涼監督と話してるんだけど、あのちょっと撮影で対談したいって言うんだけど、いつ時間空いてますか？そうそう、何やってるかも何も知らない。確かに僕も山下さんから聞いた時はなんか動画撮るらしいよって言われて終わりみたいな。終わり。いつ来るのか、どの段階で撮るのか、はい、何をするのか、何もこう説明されてなくて、はいはい、中国っぽいでしょ。確かにそれは中国っぽいですね。中国っぽい。で夏目さんは何やってるんですか今？あ、今はそもそも本題。一応今投資業をやっていて。投資業。はい。僕たちの業界の話で言うとベンチャーキャピタルっていうお仕事になるんですけど。うん、ベンチャーキャピタルっていうの。はい。去年の2月に独立をして今自分の会社でやってます。うん、はい。さっき中国めっちゃうまかったけど、なんでそんなうまいの？生まれこそは日本なんですけど、5歳からずっと中国で生活をしてきて、はい、でまあ、19年間中国で生活をしてきたんですよね。あ、今何歳？今は28ですね。あ、じゃあもう中国じゃん、ほぼ。ほぼそうですね、ほぼ中国って言っても過言ではないです。なんでそんな日本語うまいの？むしろなんでなんですかね。いやでもこれ完全に母語のレベルだよね。そうですね。日本語どっちがうまいの？中文和日语哪个哪个比较好？我觉得两边都是母语吧。啊，两边都是母语。对，嗯，跟我们对啊，有点北京味儿。对，是吧？对，毕竟是在北京，算是胡同巷子里面长大的啊，是吗？就算是吧，算是。然后其实对于我来讲，就是日本是一个祖国的一个概念。但你要问我说你故乡在哪，那我就可能会说我是北京。哦，对。那大学什么大学？大学是在北京的清华，对，清华大学上的。哦，清华，对。为什么会学霸？学什么呀？我本科是学法学跟管理学，就双学位。对。哦，我干那个，像我们这种学霸完全听不懂。我们这种学渣。不是学霸，学渣，像我们这种学渣听不太懂。那你长江看过吗？长江我还没有看过，一直想看来着。你看我比较强啊。那这个吗？这个没法比了，这个没法比了。你没看过居然？对，还没有看过。待了19年，没看过。还没有看。中国母亲河。你说去没去过长江吗？去没去过？当然去过。啊，当然去过。去过。啊，对。你说的意思是没有看过这个片子？对，当然没有看过，还没上映。所以你24、5岁的时候，就回到日本，对。为什么？其实有很多的复合性的一些理由，当然我觉得最主要的一个点就是说，那我可能作为一个日本人，那我在中国生活19年，那我可能在考虑下一个阶段的时候，我想就是说，就是更加的去了解一下我的祖国在发生什么样的变化。然后通过了解这一件事情之后，我想怎么去往下接着，就是说从事中日的交流。因为对于我个人而言的话，我的祖国又是日本，而我的故乡又是中国，那我也希望说自己能够贡献自己的，包括知识也好，包括我自己的经验也好，怎么去传递，这两国的这种友好。对，这可能是可以说是我人生当中的最大的一个目标，因为本身自己就是生于这两国之间嘛。对，这么高大上的目的而来的吗？对，其实不是，就是有女朋友啊，日本女朋友啊，或者怎么样、啊？不是吗？不是。然后包括我在校期间也写了一本书，就是说从清华大学生的眼中如何看待当代的中国发展。嘿嘿，对。然后其实这本书是日本的，在日本出版。对，在日本出版。嘿嘿，我不知道。当时拿日语写的，所以其实自己一直想立志于说在中日之间做出真正的一些交流与贡献。其实在校期间也一直在做这样的一些工作。对。
その日本の若者から見た中国ってどうなの？その本に書いた本に書いてる内容としては、うん、まあ、やっぱり今年のメディアさんに取り上げられている中国っていうのがどうしてもこう一辺と、うん、まあ、例えばそれが環境問題であったりとか、はい、食品問題であったりとか、はい、やっぱりどうしてもそこにスポットライトがこうスポットライト当たらない部分ってすごい大事だと思ってて、うん、まあ、それこそテクノロジーでしたり、まあ、科学技術の発展でしたり、まあ、人々がそのテクノロジーのなんていうんですか、こうペネトレーションに際してこう自分たちがその、まあ、浸透とかに対してこう人々の生活がより豊かになっていくっていう、まあ、事実とかをそれをなんか自分としてはやっぱり文字に書き起こして日本の読者に伝えたいなっていう気持ちがすごい強かったっていうのはあるのかなと思いますね。今実際日本に住んでて、はい、日本の若者は今中国をどう見てんの？結構それは僕はなんかどんどん良くなってきてるなっていう印象がありまして、それはもちろんその中国の技術テクノロジーに対するやっぱりこう、まあ、すごい先を進んでるなっていうのがやっとこう認識がどんどん浸透してきたっていうのももちろんあると思うんですよ。で、まあ、もう一方でこうやっぱり中国のカルチャーコンテンツ、うんうん、やっぱり徐々にこう日本人としても受け入れられ始める。例えば、まあ、例えばそれこそコスメとかであったりとか、うん、まあ、チャイナドレスとか、うん、よくなんか化粧とかでなんかチャイボーグとか、うん、とかいたり、あとガチ中華とか、あ、それその食文化とかも、ね、はい、そう、最近だと中国のアイドルとか、うん、ワインボーとかってこと？そうですね、ワインボーさんとかもちろん、まあ、人気ですし、あ、そうなんだ、まあ、イアンチェンシーとか、イアンチェンシー本当に、まあ、あくまで一部ですよ、まあ、一部で、それがどんどん、まあ、でも昔はその一部もなかったから、ね、そうです。イアンチェンシーは何で流行ったの？まあ、でも映画とかですよね。シャーニンダニーですか？そうですね。シャーニンダニーとかは結構日本でもあの渋谷の、文化村の映画館で上映されていたんですけど、まあ、結構これ全国です。おお、さすがです常に入れてくるから常にこう新しいカルチャーが次々とこう作り上げられていく土壌に今なりつつあるっていう、うん、国交正常化50周年の時にも僕たちがずっと言ったのが、まあ、競い合う競争よりも共に作り合う競争を次の時代で作っていきたいっていうところがあるので、まあ、それが結構今、共創だよ。そうです。不是竞争。不是竞争、而是共創。まあ、都是。日本語だと競争だからね。競争、競争じゃないですか。那我们要共创。那下一个时代就是一个共创的一个时代。まあ、アメリカが許さないんだよ。急にその話をぶっ込みます。それは結構みんな昔から言っていて、日本と中国が、まあ、韓国も含めて東アジアが組んだら超強いじゃんっていう、もう世界最強じゃんっていうのは前から結構みんな言ってたの、うん、でもそうさせない何かがあって常に仲悪いんだよ、この東アジアの3国って。だから理想はすごくいいと思うし、競争っていう考えもすごく俺も共感するんだけど、それ本当できるのかなっていうね、うん、儲かないよ。いや、それは竹内監督もやってらっしゃるじゃないですか。いや、儲かないよ。だ全然儲かってねえもん。だから一人でこうパワーライフを中して宣伝してるんですよ今。そのポンヨンチェンの数って何人いますか。ポンチェンの数、うん、どういうことですか。ポンヨンチェンってポンヨンの数見えちゃったの。うわ、いっぱいいるじゃん。2433人。はい、ああ、よかったよ。多い方なんですか。いや、多いよ。でこれ合計10万人を突破しようっていうプロジェクト、はい、俺がインタビューした人の友達の数を全部合計して10万人突破しようっていう。でインタビューした人に次の人を紹介してもらってるの。誰か、リレー方式なんですか。リレー方式、多分タッチ監督知り合いかもしれないですよ。知り合いじゃない人。知り合いじゃない人在日中国人系は多分ほぼ知ってるんで。それ無理ゲーじゃないですか。無理ゲーかな。無理ゲーじゃないですか。日本人は知らないですよ、逆に。あ、まあ、一人が 学生じゃない、もう社会人なんですけど、いろんなイベントやってる人がいて、うん、彼とか知り合い多いかもしれないですね。日本人。日本人です。うん、であと、中国にバックグラウンド持ってる人だったり。ハーブみたいな。はい、うん。なるほど。それいいですね。わかりました。はい。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。